はい、こちらは高木豊 YouTube チャンネルです。はい、そうですね、はい、チャンネル登録、登録ね、はい、30万人を超えております。次の夢は、まあ、50万であり、はい、100万でありって。そうですよね、やっぱね、やってて、うん、まあ増えていってるんだけど、はい、まあ、本当支えになるね。そうですね、まあ、応援してもらってる、これでまた責任が大きくなったとか言って、はい、ね、うん、遊びではない、はい、ね、もう本当に皆さんになんかこう心地よい動画も届けたいし、はい、ね、心の支え、はい、そういうものがあれば、はい、気持ちを、うん、言えたらったね、なんて言ったんですか、息が切れたんだよ気持ちよく気持ちよく、はい、ね、気持ちは話せるし、はい、ね、うん、アップもできるというね。そうですね、はい、頑張っていきますので、ぜひ皆様のチャンネル登録、ね、よろしくお願いします。ということでさあ、はい、今日もです、はい、どこよりも早いシリーズ、はい、2023年の開幕オーダー予想ということで、予想ね、はい、あくまでも予想ですから。そうです、怒らないように真剣に。そうです、まだ何もお前どこ見てるんだとか、まだ始まったばかりだから、何も始まってないんです、何も始まってない、ただ予想だから、あくまで予想です。先発両チーム、2チームずつやっていくんですけれども、前回が巨人と西武でした。まだ見ていないという方はこの動画の後にぜひ見ていただければと思います、はい、さあ今回もくじ引きでセパのチーム決めていきましょう、はい、豊さんセリーグです。さあどのチームが来るかな。はい、あ、広島カープ、ー新井新監督のカープです。はい、ね、はい、じゃあ私はパリーグです。こちらも新監督です。ただロッテ、おー、よし、これ両新監督の率いるチームですよ、はいはい、豊さんね、はい、はい、ではまずセリーグのカープからいきましょう。いきますか、はい、ね、新しい監督一番、一番わかるだろ大体俺が広島って言ったら、うん、こぞの、はい、正解1番ショート小園。昨シーズンは、はい、春先めちゃくちゃ悪かったんだよ。そうでしたね、まあ、今年は最初から春先からやってくれよみたいな。そうですね、まあ、その願いも込めて、はい、ね、1番ショート小園、はい、ね、2番セカンド菊池。普通ですね、ここは何か、まあ、そうだな、ここの1、2番っていうのはね、はい、まあ、小園が打てば安定感が出てくるよ、うん、菊池はそれを生かそうとできるバッターだからね、はい、うん、で菊池もちょっと休みが多い、うん、ね、近年、はい、休まず出る、うん、分かった、はい、ね、はい、3番レフト、はい、西川、お、西川選手、ね、はい、あ、WBC に選ばれるかどうか、はい、当落線上に多分いると思うけども、はい、ね、出た際には頑張ってほしいと思う。そうですね、はい、まあ、天才的な打撃をね、はい、ちょっとやっぱ故障が多いよな、途中で離脱するという、うん、今年は1年間やってくれるか、やりましょう、よし、はい、これ大丈夫です、はい、西川選手、返事向こうから聞こえるかなと思った、ここから聞こえる、あのね、誰もさ見てくれてないです。そうだな、私返事しないかと思っちゃって、まあ、あのスタッフ仕事してるから、ね、そうです、編集のね、はい、はい、そして4番です、はい、4番、はい、キャッチャー、お、坂倉、今シーズンからね、キャッチャー、お前が広島の頭脳だ、ね、頑張ると、サードですごく慣れないポジションでね、はい、頑張ったと思うんだよ、はい、まあ、その経験もね生きると思うんだよ、キャッチャーになってね、はい、うん、だからその経験とかね、うん、無駄にしないように4番として今年は頑張ってほしいと。そうですね、まあ、あの構え見たら打たないはずはないと思うもんね。そうですよね、どっしりしてるもん、本当に、あの先輩の前田智則、はい、ね、近いものがある、うん、彼にはね、はい、だから頑張ってそこを目標に、4番キャッチャー、はい、はい、で5番、はい、センター秋山、秋山選手、これはなんで5番にしたか、いや3番でいいだろみたいな、何言ってんだみたいな、そうですよね、秋山3番だろっていうやつもいると思うんだよ、何言ってんだよみたいな、懐かしいですね、なあ、うん、懐かしいな、たけしさんですか、ちょっと分かんないな誰か、はい、いや秋山、はい、これね、なぜ秋山を5番に据えたかって坂倉の後に言って、やっぱいい4番に育ててほしいんだよ秋山でね、坂倉は感じてると思うけど、4番を打ってチームの明暗を握るよね、はい、その時に坂倉が打てなかった時に秋山が追払いをしてほしいんだよ、そう、あのフォローをする意味で、フォローする意味で、あ、でそれは誰かなと思ったら秋山最適だなと思って、だから秋山がその坂倉をサポートしてほしいという意味で、西川でもよかったんだけど、やっぱ秋山にしたんだ
そこはやっぱり経験豊かな、そう秋山選手、ね、メジャーも経験してるしね、はい、苦労もしてるし、はいね、それで5番にした、はい、6番サード、はい、デビッドソン、ハワイユーハワイユーどっから来てるんですか。あの知らない青汁の宣伝ハワイユーっていうのは知らないか、まあ、知らないな。えそうですね、あのスカイ A で、はい、ゴール侍っていうのがいて、はい、アマチュアとプロがマッチプレーで勝負するんだけど、はい、その後に、うん、ハワイユーってコマーシャルがあるの CM で、はい、まあ、その真似なんだけど、ぜひあの、はい、皆さんチェックしてください。そうそうそう。さあデビッドソン選手、はい、はい、まあ、新外国人なんだけど、はい、まあ、安定感あるよね、うん、まあまあ、あの数字を見ると数字、はい、だからまあ守備はどうなのかっていうのは分からないけども、はい、これはキャンプ見たらもう一回ね、うん、予想はするけども、はい、まあもう使うしかないよね。そうですね。あのサードがね、あの坂倉選手がキャッチャーに行ったのでポジションがそうだねってなりますもんね、はいはい、じゃあ新しく新外国人デイビッドソン選手、はい、はい、7番、はい、マクブルーム、あもうね去年からいますし、はい、じゃあこれはもういいですね。もういい、もういいですね、はい、マクブルーム、うん、マクブルーム、あの昨年4番打ったんだよ、はい、ね、鈴木誠也の代わりに行って、うん、やっぱねプレッシャーがどん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 かかるな、うん、まあ日本の野球には慣れてきてるんだけども、うん、やっぱり4番を外して、うん、少し楽にしてやると、うん、少し下位に置いてね、はい、もっといいところが出てくるんじゃないかと。で出てきたら上に上げたっていいよ。おうん、だからスタートがじゃあそこなんですね。そうだな、だからまあそこら辺でちょっと下位に置きたいなと思ってね、うんうん、じゃあとりあえず開幕したのは7番からスタートっていうことで、まあそうだね、はい、はい、さあそして8番です、野間、野間選手、はい、うん、まあ上位も打てる選手なんだけどさ、うん、じゃあ上位の選手誰を下位に置くかっていうといないんだよ。そうですね、うん、やっぱり野間の守備とかね、はい、献身性を買って、まあ、8番に置いたと。そっか、末金選手とか開幕スタメンにはいやちょっと荒っぽいな、あ少しな、やっぱり西川に勝てるか、うん、秋山に勝てるかって勝てないでしょ。まあそうか、去年の開幕スタメンには末金選手いたんですけれども、まあそうだね、ここはちょっとやっぱ競争が激しいんですね。さあそして先発です、はい、先発、はい、ね、新婚ほやほや、うん、ね、森下、あおめでとうございます、ね、はい、言ってくれと、うん、もうおせらおせらっていうじゃない、ね、君が先頭に立てと、はい、ね、ね、おせらがバックアップするからって、うん、お前が負けたらおせらが勝つって、あれお、そういう役割なんですね。そうそう、だからおせらはもう先頭に引っ張るんじゃなくて後押ししろと、うん、ね、まあ、そういう意味で森下、はい、森下投手が先発開幕ということで、はい、ということで、ね、揃いました、はい、さあパ・リーグです。どこだったっけ。ロッテです。あ、ロッテか、はい新監督同士なので。そうだな、そうだな、そうなんです、はい、では、ね、これはスタッフとかね、はい、一新して、はい、ね、まあ、新鮮な気持ちでやるだろうし、はい、まあ、ちょっと新鮮じゃない人も入ってるけども、でまあ、なんといっても両外国人レアードとマーが抜けてるので、はい、そう、そのあたりもじゃあどうなっているのか。ああ、だからもう純潔でいきます。あ、日本人ですね。まあちょっと あれだもんな、うん、誰も入ってこないもんな、なんか、まあ、今の時点では情報がちょっと入ってないので、はい、行、はいはい、きましょう。はい、ロッテ1番、はい、今年も走りまくれ、はい、ね、センター高め、はい、去年飛躍しましたね、はい、もう今年はフライを落として泣くんじゃないぞってさよならになっちゃったからねあ、だからそういうトンチンカンなことはしない、1番で、ね、もう責任のあるポジションに就いた、はい、もうレギュラーになった、うん、頑張ってほしいという。そうですね、ね、1番高部選手、はい、2番、はい、レフト荻野、あ、もうね、まだ老け込むな、はい、ね、おっさんじゃねえぞと。そうですね、ね、おっさん通り過ぎておじいちゃんになったら困るから。ですね、あの年間通してね、フルで頑張ってほしい選手ですね。まあまあ頑張れるようになってるけどね、うん、だから、まあ、昨年ちょっと出遅れて、はい、っていうことはないように、はい、ね、荻野まだまだお前の力が必要、足も必要です、ね、うん、まあ、頑張ってほしいと思います、はいはい、3番、はい、セカンド中村翔吾、お、中村翔吾選手残りましたしね、残ったしね、はい、だからもうちゃんとやってくれと、君が見本だと、うん、野手のね、はい、だから頑張りなさい、分かったか、はいもうね、まだ編集してます。いない、まだ一人おトイレに行きました。そうか、はい、慌ただしいね。そうですね、はい、4番、さあロッテ4番開幕誰でしょう、はい、サード安田、安田選手いいか、後半と思ってやれ、もういつも後半ね、もういこの1試合で終わるんだみたいな感じでやってくれ、開幕だけど、1試合で開幕だけど
ね、後半いいんだけどさ、前半悪いんだよ。ただそこでも4番に据えたっていうのは豊さん、いや、やっぱり昨年の好調な終わり方、うん、もう掴んだろうと思うんだよね、はい、掴んだなんてすぐ書いてある。いや、分かったかやつは、もう翌日にすぐ、ねね、だ、君の力は昨年の終盤出てるわけだから、はい、それができるんだから、もう今年は頭からやってくれって。そうですね、そしたら4番堂々と張れるから、うん、誰も文句言わないよ、はい、ね、はい、さあ5番、5番ね、はい、あ、じゃあ井上ファースト、はい、頼むぞ本当に、うん、ね、デッドボール当たっても怒るな。いいか、体がでかいやつ当たるようになってんだよ、理屈的には。面積が広いから。そうです ね、当たったら儲けたもんだっていうことで、もう出ていきなさい。そうですね、ルーニーということで、まあ、ただ彼はね、あの昨年復帰してから勝負強さもあったし、うん、ね、まあ、監督変わって井口監督が大好きだったと思うんだけども、はい、まあ、その監督が変わったけど、はい、ね、あの吉井を支えるように頑張りなさい、うん、頑張ってください、ね、はい、はい、6番、DH、うん、山口。お、山口選手、ホームランばっかり狙ってんじゃねえぞって、うん、餌巻きも必要だぞって、はい、ね、ホームランばっかり、ホームランばっかり言ったら息が詰まってくるから、うん、ね、右に打っとけば今度は引っ張れるボールが来る、うん、単純に考えておいた方がいい、うん、ね、何でもかんでもホームランするんじゃなくて、はい、ね、柔軟性をもっと持ったら君はもっと打てるはずだから、はい、ね、6番に山口選手、はいはい、7番、はい、ライト藤原、はい、お前テレンコテレンコしてんじゃねえぞこのって、いやいや、どれだけ期待したか、その一昨年すごい良かったですね。で、藤原が打ったら勝つ、はい、打たなかったら負けるって、うん、自分中心で回ってた時もあったじゃないか、チームが、うん、で昨年不調で何もできなかったで、はい、今年はやれよ本当に、うん、それでもやっぱり豊さんはやっぱ開幕スタメンに、いや、魅力ある。あ、うん、本当は上位を打たせたいんだよ。あ、そうなんですね、うん、上位を打たせて、まあ、彼の走力、はい、こういうことも使いたいんだけど、うん、藤原ってやっぱり高校時代4番も打っただけに、はい、勝負強さも秘めてるんだよね、はい、だからまあちょっと置いて7番ぐらいに、うん、まあ、ちょっとそこからスタートだっていうことなんですね、はい、じゃあ頑張れよ本当にね。そうですよね、これ活躍したら本当に女性人気に出るからね。いや、かっこいいもん。いや、そうなんですよ、かっこいいですし、かっこいいもん、スラッとね、体型もスリムでいいので、羨ましいぐらいで、俺の持ってないもの全部持ってるみたいな。そうですね、今はね、昔はね、昔は違うの、お前には負けなかったよ、バッキバキですからね、バッキバキや。チンプレーコープレーで見ましたよ、去年の。こんな顔で豊さんの腕がムキムキでびっくりしました。まあ、そうだろう、はい、太かったの、太かった。そこはまあ負けてないですかね、藤原選手に。藤原もっと相当太いと思うよ。そうなんですね。はい、まあ、頑張って、はいはい、ね、8番、8番、はい、キャッチャー松川、はい、ね、松川、今年は甘えは許されんぞと、うん、まあ、別に、ね、去年甘えてたわけじゃないけど、はい、堂々たるもんだったそうですよね、うん、去年はやっぱり。でももうちょっと打たないとな、あの打つという部分で、そうそうそう、はい、だからもうちょっと打てる選手だし、はい、ね、2年目にもなるし、はい、ね、そういうバッティングということも含めて、はい、ね、応援してますので頑張ってください、はい、ね、はい、9番、はい、ショート、うん、小川選手、これ結構好きなんだよ俺が。あ、豊さん好きなんですね。どう、だから俺が監督だったら使うなと思って。うう、いや、やっぱね、守備のセンスもいいし、はい、ポジショニングもいいし、うん、でもバッティングもそこそこいいんだよ。でちょっと教えてあげると多分化けると思うんだよ、はい、で金子とか言ってるじゃんショートで、はい、あの足立新コーチがね、はい、これが守備走塁ではなくてなんか作戦の方の担当のコーチだって言うんだけども、はい、金子に聞くといいよね。ああ、いろいろと教えをもらうというかね、はい、教えてもらうというか、まあ、そうなってくるとね多分考え方変わるといいと思う、はい、あ、そうなんですね。で小坂が2軍から上がって、ね、まあ、2軍で一緒にやってると思うんだけどさ、はい、この小坂っていうのも、うん、ピカイチのショートだったからね。ゆたかさん、あの小坂さんのことすごくいいショートだと思って。いやもうサルだから、あのすごい俊敏ですね。言っちゃいけないから、あの小柄で猫のように俊敏、うん、サルのように小粋みたいな、いわゆるセカンドの菊池選手のショートの小坂選手みたいな。あ、もうそれに近いわけ、うん、反応は小坂の方が。そうなんですね、うん、だから小川も育ってほしいなと思って、はい、川口さんに入れたんです、ね、9番だけどね、はい、はい、その思いも込めて、はい、さあ
開幕投手。よし、今年は、はい、ね、ローテーションしっかり守れ、はい、ね、中もいいか。すごい、高校野球の監督みたいになってますね。はい、お願いします。はい、はい、いいか。はい、集まれ。はい、はい、佐々木朗希。はい、あ、もう言っちゃったですね。あれ、何もっと貯めて言うのかと思います。ドロロロってあったの。ないでしょ。ないですけども、ドロロロロないでしょ。佐々木朗希、まあ、出だし去年鮮烈でしたからね。春先良かったけどな、はい、後半ちょっと垂れたな。はい、だからそれは体力、はい、でも1年間やっぱり1軍のベンチだとか1軍と共にすることによって、うん、やっぱスタミナっていうのもついたと思うんだよね。はい、だから今年は本当に期待してる。で、あの ね、やっぱり吉井監督が、あ、そうだ、監督になってるってこともあって、やっぱり佐々木朗希投手の、そうそう、で山本が投手 のタイトル部門で、うん、もう席巻してるじゃない、はい、パリーです。もう2つ3つ奪い取るみたいな。そうですよね。あ、そのぐらいのポテンシャル持ってるから、はい、ね、朗希頼むぞ、開幕から完全試合、はい、ちょっと待って、ものすごいハードルでやってきます ね。キャッチャー松川つけてるから、もういい、ね、プレッシャー、いや、プレッシャーなんかないよ、あの子に。佐々木朗希投手、今シーズン、また完全試合って、もしかして可能性的にはあるんですかね。まあ、可能性はなくはない。そうですよね、プロ相手に13連続奪三振取ってる。プロが13人連続奪三振ってありえないから普通。そうですよね。そうですよね、じゃね、冗談じゃないそうですよね。逆にね、いや、だからそこでまあハードルが上がってしまったのもありますけれども、ね、やっぱ佐々木朗希投手ってのはそのぐらいのポテンシャルの持ち主ですもん ね。もうエースとして、はい、ね、ローテーションを守ってほしいと思います。はい、はい、というわけで、今回はセリーグカープ、そしてパリーグロッテのどこよりも早い開幕オーダーをお届けしました。はい。